はい、えー、皆さんこんにちは。<laughs> それでは、司、え、法、ー、趣旨試験の2020年合格目標、えー、実践力パワーアップ講座の会社法、商法、えー、8回目の講義をですね、担当運野で始めてまいりたいと思います。さあ、8回目の <laughs> 今回は、えー、取締役などのですね、あ、に向け帯責任、まだ前回終わってませんから、そこから入りまして <laughs>、あの。 えー、損害賠償のです、ね、話等々を経た上で役員の損害賠償責任についての面積、まあ、一部免除の話をした上でえで、ー、その後テキストとしましては会社の計算に入っていきますね会社の計算をやりましてそしてその後、えー、計算が終わりましたら、まあ、定款変更、ね、事業譲渡等,等ということなんですが事業譲渡はちょっと最,終回の最終回で。 企業再編のところでちょっとそこに絡めてお話をすることにしますので事業所とは飛ばしていきます。で、あの次回以降に回しますので、えー、解散と生産のところにその後進んでいこうというような形になります、えー。テキストとしましては、ちょっとページ数としては多いんですけれども、まあ、ここら辺のところはもう一度、ショート法でお話をする機会もありますので、うまくね、役割分担をしながら説明をしていこうと思います。で、その後、まあ、ね、次回、持ち分、えー、と謝罪ですか、最終回のところで、 ええ。 組織再編で、ね、フルまるまる一回使っていこうということなので、九回目のところでまあ持ち分のところですとか社債ですとか、まあちょっと商法のポイントをとねお話ししていこうというような形になります。で、ちょっとこの後はもうそのよほどお苦手だという限りはちょっと順番変えて説明しますからね。九回目十回目、特に予習等、まあ今回もそうです。今回も予習等ですねうまくできていらっしゃらないと思います。あのなんせ中空いていませんでしたかね <laughs> 日にちがですので。 予習があまり、あのされていないことを前提にお話ししていきますので、まあ、ご安心ください。で、そこであの前回のところでですね。最後にやったとこ、ろ、ちょっとバタバタして終わっちゃいましたので、前回のテキストの最終ページ最後にやりました。任務、携帯責任のところ、ちょっと説明を加えていきたいと思います、えー、こちらの任務、携帯責任につきましては、108ページというところで、えー 108ページのところで終わってしまったと思うんですね。で、108ページあのもう一度サブテキストこれ使ったページサブの1の方ですね。1の67ページをご覧になってみてください。サブの67ページです。で、67ページのところで。 423条に基づく任務下退責任の、えー、訴えが、えー、原,告取締り原告会社被告取締役として訴えられた場合裁判所としてはどういう手順でもって審理するのかという問題ですでまず審理のその1はそもそも被告取締役に任務下退があるのかというところから入っていくわけですねで任務下退があるかという点に関しては原則として、えー、会社側に、えー、立証責任があるということになりますで 例えば法令に違反している定款に違反している不正行為を行った経営判断に失敗したで、こういったのことを会社側で立証していかなければいけないということなんです例えばえこれあの協業非資義務については事前に取締役会の承認が必要というのが会社法ですだから事前承認なくして協業行為をしてしまうのは法令違反になるんですえ事業協業行為ね。事前承認なくして、えー 事前承認なくして協業行為を行うのはこれ法令違反になるですからこの場合には原則通り会社側に立証責任があるということですよ。協業行為について会社の承認をもらっていなかった。 とといいいいうここを会社側が証明ししていかななけければいけないこればは難しくありませんだって、えー、実際に協業行為を行ったということを立証しかつ取締役会を開いてない取締役会の承認をしていないということを立証すればいいだけなのでさほど難しいことではありませんで定款違反なんかも、うん、特に難しくないんですよ定款規定を証明してそれと異なる行動を行っていたことを証明すればいいだけですからこれも難しくないで経営判断に失敗したというもの,いうものは、まあ、多少ちょっと難しくなるかもしれませんが立証はでも例えば、まあ、前回やった 全くマーケティングなくして人口過疎地に新規店舗を出店したとかっていう,、ね、いうようなことはその人口が少ないそしてマーケティング市場調査しなかったで店舗を周囲の反対を押し切って取締役が1人で判断,判断をして店舗を出したとかそういったようなことを立証していけば特に難しいとは言えないと思います。ところが、えー、任務下退について会社側が立証することが難しい事例があるんです。 それが利益相反行為なんですねで利益相反行為はたとえば事前に承認を得ていようが得ていまいが実は利益相反で会社に損害が生じたというのであればですねこれあのそれが任務桁退にあたるということをもし原則通り会社が立証するということになるとその。 いわゆる会社と取締役との取引、例えば六十六ページの会社 A 会社とオーツとの間の土地の売買契約なんかを例にす話すのであれば、事前に承認があろうがなかろうがですね、このオーツさんというのはいやいや私は自分の利益をね、私利私欲のために取引をしたのではなく、会社のためをもって売買をしたんだというようなですね、そういったのことを絶対言うわけなんですよ。ですから利益相反行為で会社に証人が会社の承認があろうがなかろうがこの利益相反行為がに向けたいに当たるという。 とといいうことを立証するのは非常に難しいとそこでこの難しさを考えて、えー、もうじゃあ分かったのね利益相反で証人があろうとなかろうといやしくも会社に損害を与えたのであれば。 損害があ発生したのででああればもう任務下体であると推定してしまおうということにしたわけなんですすだから要するに損害が発生しているかどうかでも推定規定を使うかどうかでもここで切ってしまうと、ね、だもう承認があろうがなかろうがいやしくも損害を生じさせている以上もうそれはもう任務下体なんだというふうふに推定してしまうそうすれば立証責任が転換されますから会社側は証明する必要がなくなるということで立証の困難さを克服できるということなんですね。<laughs> でちなみにえ損害というのはこの66ページの図で言うならば、えー、2000万円ということになります。実際に払った代金と土地の価格との差、それが会社に与えた損害と。ですから今回はこの2000万の損害が生じている以上、たとえ事前承認があろうとなかろうとこのオツの理任務形態は推定されるということになります。任務形態は推定される。ね。でもちろんオツ以外の公産や兵産、亭産、母さんなんかも同様に推定されるということになっていくわけです。ここに書いてある人たちが皆推定されていくことになります。 さあそれではじゃあ続いて、えー、続,続いての判定方法はじゃあ損害が発生してますかという点を続いて判定していくとでこれも原則として会社に立証責任があるわけですで例えば、えー、利益相反の場合の損害といったら先ほど言った払った代金と実際に会社が失った、えー 目的物との差額これが損害ということになりますですから一、えー、点利益相反の場合にはこの判定その2の損害発生についてはむしろ立証は簡単なんですよ簡単なんですよ だって今言った通り払った代金8000万と A が失った土地1億円の差が会社に与えた損害ですから不動産鑑定士に土地鑑定してもらって払った代金との差が差額なんていうのはすぐ証明できますので一点利益相反についての損害額の立証はむしろ会社としては楽だということになります。ところがその損害額の証明というのが難しい場合というのがあります。それが協業取引ででななしの場合とということなんですね だからこれちょうどひっっくり返ってる状態なんですよあの。協業取引で承認なしは法令違反だから判定その1では原則通り会社に立証責任で、えー、それに対して判定その2損害の発生に関しては一転して、えー、会社が損害を被った額を立証するのが難しいからじゃあ、えー、立証責任を転換して会社の損害額は取締役が得た利益の額と推定という形で推定規定を使っていく。 でそれに対して、えー、利益相反の方は、えー、判定その1任務下退の立証については、えー、難しい、えー、これがあ立証が難しいということで、えー、いやしくも損害を生じさせた以上はもう任務下退を推定しようといって推定規定を使うのに対して判定その2の方においては利益相反はむしろ損害額の立証は簡単だから原則通り会社に立証責任を認める。 ちょうどだから協業行為で承認なしの場合と利益相反の場合がちょっと推定規定が使われるところがひっくり返っているというところちょっとそこは注意してみてみくださ,いさあその協業取引の場合にはその取締役が得た利益の額がイコール会社の被った損害額と推定していくことよりよって取締役が反対にいや会社が被った損害はそれよりももっと少ないんだということを証明できない限りそのまま取締役が得た利益の額がそのまま会社の損害額だということになってしまいます。 さあ、そして、えー、続いて判定その3取締役に過失があるかという点に関しては、えー、取締役の側に無過失の立証責任が認められていますただし例外会社と直接取引をした取締役については無過失責任なので上記立証をすることはできないということになるわけです。さあ、ここのよううにに、でですすね、ね、えー。あのー、3段階をを経てて、えー、判定をしいいくというところです、ね、特にあの 利益相反で会社に損害を与えた場合、承認あり。なしともにねに向けたいと推定されるのに対して、協業。皮脂の場合にはえー承,認えー、には承認がない場合ね。協業皮脂の場合にはあ承がない場合ねというですね。こちらの場合に限られるということも注意をしておいてください。だから承認があった場合ですね。協業取引によってえー。まあ 事前承認があっ,たあった場合にはそもそも法令違反にならないから任務受けたいというのは法令違反定会違反不正行為経営判断に失敗で許業行為について事自転承認を受けろというのが法令なんですからその法令に違反した時に初めて任務受けたいになるわけです。 でそれに対して、利益相反の場合にはとにかく会社に損害を発生させたかどうかで推定規定を使いますから承認があろうとなかろうとやしくもく損害を発生させた以上ですね絶対に取締役はのらりくらりといや自分の、えー、私利私欲のためにやったんじゃないってのらりくらりと絶対言い逃れするので会社が立証するのは非常に難しいだったらもう損害を発生させたかどうかで区切っちゃう損害を発生させた利益相反だったらもう任務桁を推定してしまうということですから承認、えー、の有無を問いません。 えー、そういったところはちゃんと、ね、丁寧にご覧になってておいいくださいでちなみに66ページ、その利益相反のところで損害を発生させてしまった場合、えー、任務形態が推定される取締役は直接取引きをしたオツのみならず会社を代表して売買契約を締結した公そして、えー、取締役会の承認がある場合には取締役会に出席し異議をとど、えー、めなかった、えー、取締役。 意見をとどめないってどういうことかというとあと例えばその本当はオツとの利益相反を反対したい気は山々なんだけれども、えー、でもここで反対票を投じてしまうと角が立つからじゃあちょっと「あいたたたた」とか言って「お腹痛くなった」とか言ってあのトイレ行ってその決議の時、えー、席を外すとかってね席を外してその決議に加わらなかったって、ね。 なななんてていいいうのも意義をととどめこになってしまいますだからもう、委員をとどめるというのもう反対票を投ずるかえあのおそれに近いものでなければならないと言われてまして、まあ、実際にも反対票を投ずるというようなことでもしない限りこれも、えー、賛成したものとお、まあ、ある意味取り扱われて推定,推定されて責任、連帯責任を負わされてしまうと思ってみてください。さあそれではじゃああの、えー、こちらのお えー、賛成したものと推定ですかね、賛成したものと見なすわけではありません、ではこの役員の任務下退による損害賠償責任は、総、え、株、ー、主の同意によって免除が可能ということになります、108ページのテキストに戻りましょう、108ページのテキスト、で、えー、続きまして、えー、今度はこの総株主の同意というのは、じゃあ、現実的には無理じゃないですか。 えよほどあの少人数の株主さんがあしかいない会社ならともかくとして、えー、こちらの総株主の同意による免除というのは現実的には難しいのでそこで株主総会特別決議によって一定の金額を超える部分について免除をしていくことを認めたわけですその一定の金額というのが最低責任限度額と呼ばれる金額最低責任限度額誰が6で誰が4で誰が2かをちゃんと覚えましょう。まずう丸一イロハのとこです大取り、ま または代表執行役は1年間あたりの、まあ、大体報酬等の金額のっていうそこの報酬等という覚え方でいいですそのいや報酬以外に何が入るのかっていうのはちょそこは細かいので1年間の報酬等の6年分ですから1年間1000万であれば6000万円、ね、ということになりますを超える部分を面積できるんですよ。で それに対して代取以外の取締役業務執行取締役等であるものに限る業務執行取締役というのは、まあ、業務担当取締役とも言いますが、えー、いわゆる常務や専務などの肩書きがついた役付き取締役いわゆる従業員から出世してきて、えー、まさに業務に関わっている、えー、その会社に毎日出勤しその業務に関わっている業務担当取締役業務執行取締役または代表執行役以外の執行役は4年分。 でそれ以外の取締役って言ったらまあ大体社外取りね、えー、ということになっていきます。その取締役会計監よ監査役または会計監査人は2年分。でこの642 642についてはえこちらのお上の文章を読んでいきますが、えー、役員等のお株式会社に対する損害賠償責任は当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは賠償の責任を負う額から次に掲げる額の合計額、過去最低責任限度額を控除して得た額を限度として株主総会特別決議によって免除することができると,でと控除して得た額を限度としてえ免除できるっていうね。 えっってて、ね、どういうういいことっていうい要するに6年分4年分、えー、2年分を超える部分を免除できるって言われればすごくストンと腑、ね、に落ちるのにその最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除できるって言われちゃうとなんかこう、えー でそれがふっっと頭に入ってこないんですよね会社側が、まあ、あの皆さん苦手意識を持つということはところはまさにそこなんですよ。もっと威厄してくれればいいのにっていうねでこれは要するに例えば1億の損害を会社に与えたとしてそれ代大統領が責任を取るという状況でその大統領の1年間の報酬等が1,000万円だったただそれに6をかけて6,000万ですよね。 で 6, 万万最低責任限度額は 6, 万で1億円の損害から最低責任限度額6000万円を控除だから引くんですよ引いて4000万ですよね4000万を限度として免除できるという意味です。 だから結局六千万円を超えた部分四千万を免除できるということと同じ意味なんです。ですが条文の文章は最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除するということになってますから、この表現に慣れていただく。それがあ会社法を突破する近道なれるというのは結局問題などを通じて慣れていくしかないということになっていきます。さあ六四二ね最低責任限度額誰が六で誰が四で誰が二なのかねそこしっかり押さえておきましょう。さあそしてこの実際に株主総会特別決議で免除をするために には、えー、こちらの、あの、免除の議案を株主総会に提出するには。えー、関西役らの全員の同意を得ていかなければいけないとね、いうことになっていきます。これは実際の議案提出の時に同意が必要ということです。でちなみに、あの、最終完全親会社等がある場合において、当該責任が特定責任であるときにあっては、うんちゃらかんちゃらと書いてありますけど。そんなの覚えなくて大丈夫です。もう、この、えー、訴訟関係というのは、一度二十六年に、ポンと、二十七年に。 出ちゃったんですけど、あれ以来まあ、出てませんし、あの問題めちゃくちゃ難しくて、そのやる必要がない問題なんですね。ですから最終完全親会社とか特定責任とかそういうのも全然無視無視でいいです。もうそういう余計な知識増やすよりも期間のところのね、えー、知識のところを確実にしてった方があのいいに決まってますから、あの無理して最終完全親会社とか二十八年だ二十八年の三十四問目とかも絶対なっていいですから、もうあの最終完全親会社とか特定責任とかそういうのは全くも無視しちゃっていただいて結構です。 じゃあ続いて110ページ、取締役等による免除に関する定款の定め、監査役設置会社、監査等委員会設置会社、または指名委員会等設置会社は、役員等の株式会社に対する損害賠償責任について、当該役員等が職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員等の職務執行の状況、その他事情を勘案して、特に必要と認めるときは、最低責任限度額を限度として、取締役の過半数の同意、かっこ取締役会設置会 社にあっては取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めることができるいわゆるこれも6、4、2を超える部分を取締役会決議または取締役の過半数の同意でもって決められ免除する旨を決められるということになるわけなんです。ただ、えー この場合には要件がございまして監査役にあたる監査役設置会社、監査等委員会設置会社、市民委員会等設置会社でなければならないねいうことですよね。あと定款に定めなければならないということだったわけです。さあ,あそして、えー、要件としてはですからこちらの方が厳しくなっています。株主総会特別決議よりも。 身内に甘いででででであろう取締役会すでですね、えー、免除できるわけですから、やはり、定管規定が必要だったり監査役らの、まあ、そういったあの業務監査ができる監査役がいる会社でなければいけないしそして、えー、特に必要があるというね、えー、事情を勘案して特に必要が認めるときというような要件もでついてきますのでご注意ください。ちなみに取締役が2人以上ある場合にしかあ、えー、この定管規定設けられません。 なぜかとというと取締役1人でその取締役が何か任務けたをやらかしたような場合にもしこの規定によって免除できることになってしまったら取締役1人の場合にその1人の取締役が任務下退をやらかした場合に誰が、ね、免除するのということになっちゃうからですよね。だって特別利害関係人の取締役ですから自分で自分を免除する決定できませんしで他に取締役いないということになってしまうと免除する者がいなくなってしまうからです。 さあそれでは監査役等の全員の同意、どのタイミングで必要かご注意ください。定款規定を設ける議案を株主総会に提出する場合と実際に定款の定めに基づいて責任を免除する、ね、場合の両方において監査役全員の同意が必要になってきます、えー、実際に免除するときだけじゃなくて定款規定を設ける議案を株主総会に提出するときにも必要ということです。 さあそれでは責任の免除が認められない場合これ総株主の議決権の100分の3以上の株議決権を有する株主さんが会社に対して異議を述べた時はこの定めに基づく免除をすることはできません。では111ページ続いて責任限定契約に関する定款の定め。 えー、株式会社は取締役会計参与、監査役会計監査人、えー、これは非業務執行取締役等なんだと呼ぶんですが、要するに2年分グループの人たちってことですよ。先ほど6・4・2の2年分グループの人たちの任務下退による損害賠償責任について、当該非業務執行取締役等が職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がないときは、定款で定めた額の範囲内で、あらかじめ株式会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を、非業務執行取締役等と 締結することができる旨を定款で定めることができるで例えば監査役これ2年グループですね1年間等の報酬が仮に1000万円だったとしてこの監査役が会社に与えてしまった損害が5000万円だったとしましょうでそうした時に1年間の報酬とか1000万だったら2000万が最低責任限度額ということになりますでこの最低責任限度額2000万それに対して会社に与えてしまった損害5000万 でこの時にですねもし責任限定契約を締結していた場合例えば責任限定契約の中でもし監査役が責任を負わされるとしたら2500万円が限度ですねというふうに契約していたとしましょう最低責任限度額2000万で責任限定契約で決めた責任の上限は2500万この場合にですねいずれか高い額ですよ。 定款で定めた額2500万と最低責任限度額2000万といずれか高い額を結局損害賠償の金額とするということになるとなんかえ低い額じゃないのっていう気がしないでもねないないですよね。なんでこう高い額になっちゃってるかというと実は今の話で今の話ですよですよ,ですよあの最低責任限度額2000万まずは 株主総会による特別決議とか取締役会による同じく特別決議とかを試みるということなんですよ。でそれを試みてもし株主総会特別決議で免除されれば2000万になるで定款に規定に基づく取締役会決議で免除されれば2000万になるんですよね。ももし特別決議もダメだった で取締役による免除の定款規定もだめだったつまりあの定款規定がそもそもなかったとかいうことであると今の話だと5000万円フルにかぶってしまうということになります。いいですかあの1年間の報酬が1000万で監査役が5000万の損害を会社に与えてしまったでそうした場合まずやるべきことはその特別決議によって2000万円まで減少できるか。 また、定款規定に基づく取締役会決議で2000万円まで少なくできるかというのを先に検討しなさいと、それができたんだったら2000万でいいんですよ。 別に責任限定契約の万ななんか使わなくていいでこの責任限定契約が生きてくるのはこの株主総会特別決議で、えー、免除できませんでしたまたは定款規定がなくて取締役会で免除できませんでしたそうするとフルに5000万円損害賠償しなきゃいけないはずのところこの責任限定契約を締結しておくことによって2000万と2500万のいずれか高い方だから2500万円に少なくともすることはできるよ。 だか,らだから高い方なんですよね。だから高い方というふうに思っておいてくださいもちろん責任限定契約が1500万とかだったら今の話だと2000万と1500万だから2000万ということになっていきますさあそれではじゃあ111ページこの時やはり監査役の同意が必要になっていきます定款の定めを設けるにあたっては株主総会にその議案を提出するときに監査役全員の同意が必要になるということなわけです さあそれでは、えー、こちらの責任限定契約なんですけど、えー、責任限定契約を締結できる旨の定款の定めが存在する会社であっても、実際に誰一人とも責任限定契約を締結してないということは構いません。 別にこの締結できる旨の定款の定めがあったら絶対に締結しなきゃいけないわけではないということになりますのでご注意くだささい。さあでは112、113はその最終完全親会社うんちゃらかんちゃら無視していただいていいのでそれ以外のところを112、113で皆さんの方でご覧いただきたいと思いますそして114ページはこれを表、すごく使えると思いますこの表を最終的に直前期の暗記の題材として使っていただくにはうってつけかなと思いますので取締役等の会社に対する責任のまとめこれをぜひ見ておいてください。 はい、さあそれではじゃあ続いて429条のお話に移っていきたいと思うんですがこちらの115116のところなんですが。 そもそも百十五ページ、百十六ページのところなんですが、会社法四百二十九条、えー。推論対策となってますが、ちょっと論点というところ。まあ、いやいや、参考というところにあれですね、条文がありますね。百十五ページの、えー、参考というところ、条文があります。会社法四百二十九条1項。一行は、役員等がその職務を行うについて、悪意。または重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって、えー、第三者に生じた損害を賠償する責任を負うと。 でえー、要するに会社にこの損害を生じさせたのみならず第三者にも損害を生じさせてしまった場合このとき、第三者に対して加えたあ、まあ、与えてしまった損害の賠償を取締役がしなければいけませんかという話なんですがこちらの709条、えー、こちらですね の不法行為のところで故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者はこれによって生じた損害を賠償する責任を負うとこの709条の不法行為責任と429条の第三者に加えた損害の賠償の責任についての条文これはの別物なのかと。 要するに別物なのかそれとも709の特則なのかというところがこれ争われているんですが、えー、こちらの判例の方だけ覚えておいてください429条1項の責任は709条の責任とは別に会社法が特に定めた責任であるということなんです。 でどういうういいことかというとか理由1、会社法709条は、取締役は第三者権利侵害について濃い過失があれば責任を負うことになる、ね、第三者の権利を侵害することについてわざと、または不注意があれば責任を負うことになるが、会社法429条1項は、そういった場合はもちろんのこと、取締役は職務執行について悪意、重過失があれば、別に第三者に損害を加えることなんていうことについては、濃い過失がなくとも、ね。 第三者に損害を加えるまたは第三者の権利を侵害する第三者の権利を侵害するということについて故意過失はないただ職務執行について、えーえー、悪意重過失さえあれば第三者の権利侵害について故意過失がなくとも責任を負うと。 7 0九条というのは必ずその第三者の権利の侵害について故意、過失が必要ところが429条はそれがなかったとしても職務執行について悪意、重過失さえあればまさか第三者が損害加えるとは思わなかったよという場合であっても、ね、これ損害賠償の責任を負わされる709とは別の責任なんだということなんです。 でえこれは判例の見解だけちょっと覚えておいていただければと思いますその判例があ昭和44年11月26日一番下の網掛けがかかっている部分です取締役の任務下退により損害を受けた第三者としてはその任務下退につき取締役の悪意または重大な過失を主張し立証しさえすれば事故に対する加害につき故意または過失となることを主張し立証するまでもなく会社法429条1項により取締役に対し損害賠償を求めることができる。 だから取締役としてもいやいや私は確かに職務執行に向けたい職務執行において重大な過失があったけれどもまさかそれによってね第三者にそこまで被害を被らせてしまうなんていうことは知りもしなかったというか思いもよらなかったということであってもこれはその第三者に賠償していかなければいけないと。 さあそれではじゃあこの4十9条によって、えー、第三者が損害を被るっていうんだけど第三者どういう人っていうのが次の116ページです。これはです、ね、あの25年の32問目は本当にやらなくていいんですけどただ今から説明することぐらいは覚えてておいていいいたただきたいと思います直接損害を与えた場合のみならず間接損害を与えた第三者も含むと言われています。で例えば直接損害というのは この取締役が第三者に手形を振り出した支払い能力がないのにとかね要するに全く支払い能力がないのに手形を振り出してで案の定手形不当たりになっちゃって手形上の債権を払ってもらえなかった第三者なんていうのがこれ直接損害を被った第三者ということになりますでその時その手形、えー、不当たりになっちゃって払ってもらえない金額は当然、ね、損害賠償として取締役に対して賠償請求ができるわけですこれはいいんですけど間接損害というのはあの会社の任 取締役の任務下退によってまず第一次的に会社が損害を被り取締役の不正行為取締役の違法取引等によってまず会社にダメージを与え会社がダメージを受けたがゆえに会社債権者である第三者に支払いが滞るみたいにねその <coughs> 取締役の任務下退によってまず会社に損害を与え会社の財務状況が悪くなっちゃったで会社の財務状況が悪くなったがゆえに会社債権者である第三者に支払いができなくなった。 こういった場合の第三者が関節損害の第三者というふうに呼んでいくことになります。いずれに対してもこの第三者は取締役に対して429条により損害賠償請求をすることができます結論として両方含むよというね関節損害、法関説とかいうんですけど要するに両方とも429条で取締役に賠償請求できるとそれだけは覚えておいてくださいそれ関連判例こういった形で出ることが予想されます。えー 学説理由なんていうの見なくていいですよ学説理由見なくていいから慣例判例だけを覚えておきましょう。会社法429条1項の規定は株式会社の取締役が悪意または重過失により会社に対する義務に違反し、よって第三者に損害を被らせたときは取締役の任務形態の行為と第三者の損害との間に相当因果関係がある限り会社が右任務下退の行為によって損害を被った結果引いて第三者に損害を生じた場合であると直接第三者が損害を被った場合であると問うことなく当該取締役は直接第三者に対し 対し損害賠償の責任すべきことを定めたものであるということで間接損害だろうが直接損害だろうが両方含むよということになります。でちなみに117ページの発展論点中にあります過去問22年の31問目の推論問題もやる必要はありません。 えー、この22年と25年の推論、めっちゃ難しいのでこれもやらなくて結構、ね、今後で出たとしてもあみんなできないから安心してください。会社法の推論は、ねまあ、一応チャレンジする価値はあるかと思いますけど本試験で出たら一応、ね、チャレンジはしてみてほしいんですけど多分みんなできないなので、えー、そこはもう皆さん、えー、基準点一点下がるだけですからあ心配しない方がいいと思います。ページでは会社の計計算算に行きまましょう、ま、ずはあの計算書類 えー、を作成するる元になる会計帳簿からで会計帳簿というのはいわゆるあの日々の金銭水悼帳ですよね毎日の入出金について記載する帳簿1年を通じて、えー、帳簿をつけていかなければいけないとで会計帳簿はその閉鎖の時から10年間、えー、会社に保存していかなければいけません会計帳簿の閲覧請求、これはあの少数株主権です議決権の100分の3または発行済株式総数の100分の3。 これは要するに議決権ベースと発行済み株式総数ベース何が違うかというと発行済み株式総数のベースにした場合には、えー、例えば1000株発行していて200株議決権制限株式だった場合これ丸1の方だと800の100分の3になります。 1000株発行しているうちの200株議決権制限株式だった場合には議決権の100分の3だと800個の100分の3以上を持たなきゃいけない。ところは発行済株式総数ベースだと1000株の100分の3で計算をしていくことになるということなんです。だからまあ議決権ベースの方が少数株主権としてまああの何て言うんですか800の3%だからね1000の3%よりも800の3%の方が、えー 一応可能性としてはどっちかで引っかかればいいということですよ、要するにあの100分の 3%1000、ね、の3%か800の3%かでそのこの閲覧請求をしたい株主さんが、えー、持っている株式の数ないしは議決権の数でそれでもってこれどっちかに引っかかっていけば少数株主に該当するということです。 さあそして株式会社の親会社社員、親会社社員、だから株式会社の親会社、株式会社の親会社の社員ですよ、はその権利の行使をするために必要があるときは裁判所の許可を得て会計帳簿の閲覧、または当社の請求をすることができると、裁判所の許可が必要になってくるのは注意してください。では119ページ、株主による業務・財産状況調査のための検査役専任請求権。こちらはあの どうもこの業務、財産状況が少しこうおかしいんじゃないかということを懸念した。 あの株主さんがまさかですよ、土足でもって会社に乗り込んでいってちょっと業務の状況を私が調べたいとか財産の状況を私が調べたいんだけどなんていうふうなことを株主さんが土足でずかずかと取締役などのところに乗り込んでいったとしてもこれは追い払われちゃうのがえまああの追い払われてしまうことが当然、予想されるとまあ例えば株主であったとしてもねその営業上の秘密等もありますからそんな簡単にそういったことを立ち入らせないのが普通なわけです。このの場合にどうしても会社の業務,及び財務 財産状況を知りたければ、知りたければとか調査したければ裁判所に申し立てることによって裁判所に業さ業務及び財産状況を調査させるための検査役の選任というものをですね申し立てていけばよいとねいうことになるわけなんです。ですから検査役がその上で調査をした結果検査役が調査をしてその上でその調査結果を こちらですねあの知検査役が裁判所に報告しまして裁判所がこれはいかんということであれば119ページ一定の期間内に株主総会を招集すること検査役の調査の結果を株主に通知することということを命じることができます。 でこの検査役による業務及び財産状況の調査も少数株主権なんか似てるのなかったっけということなんですがそれね似ている話が、えー、ここででやったんですね株主総会の招集が最近、全くないんだけどみたいな状況になった時株主総会の招集通知が最近、全く来てないんだけどどうなっちゃってるんだって。 でそれでまさか株主がズカズカと会社に行ってちょっとちょっと株主総会の招集の状況を私に教えなさいよとかって言ったってこれ追い払われちゃいますからそういった時にはえ裁判所にやはり招集手続きについての状況を検査させるための調査させるための検査役の選任の申し立てができるって話を4ページでやりましたよねあれと似てますよあれと同じその,あのいわゆる構造ということですね。 業務及び財産の状況を一株主がずかずかと本社行って教えろとか言ったって教えてくれるわけないね同じです株主総会の招集の状況を最近の招集の状況を教えろとか言って会社行っても教えてくれないので裁判所に申し立ててそれを調べるための検査役を選任してもらってで検査役が調べた後裁判所に報告があるからで裁判所がその報告を聞いて必要だったら株主総会を招集しろとそして調査結果を株主に通知しろというふうに命じることができる。これ 内容をパラレルに覚えてておいいください、まあ、ちょっと少数株主権は100分の3か100分の1か違いますからそういうところも細かいですけどねでは続いて120ページ計算書類等、はい、計算書類って言ったら何で等が入ると何が加わるかっていうのを覚えておかないとだめですよ、えー、計算書類については、えー、計算書類と言ったら貸借対象表損益計算書株主資本等変動計算書および個別中期表でそれに 事業報告が加わりますと事業報告と付属明細書が加わると、対借対象表等というふうに呼ばれていくことになるわけですよね。計算書類といったら、対借対象表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別中期表、それに事業報告と付属明細書が加わると、計算書類等と呼んでいくことになります。 さあ、それではあのお対借対照表と損益計算書ぐらいについてはイメージは持っておいた方がいいだろうということで、122、123ページに一応日本が載っております。昔は対借対照表の資産の部の項目っていうのを全部覚えなきゃいけなかったんですよ。昔はこの商法に対借対照表の項目、だから要するに資本の部流動資産とか有価証券とか固定資産とかそのノレンはノレンとか繰延べ資産とはなんぞやとかね、そういうのを私。 商法のの時代の受験生ですから勉強しましまたで非常にこれだから簿記の知識が必要でょうがないか私も簿記のなんか本買ってきて一生懸命勉強した記憶があるんですが幸運、うん、なことにあの18年改正で計算についての規定は一部を残してごっそりと会社計算規則の方に移されましたのでもはや会社法中にはないんですよね。だから、えー、いわゆる商法の時代に出たような、まあの 穴ぼこだらけの貸借対象表を虫食いだらけの貸借対象表を自分で埋めなさいみたいな問題はもう出ないので大丈夫ですただどういう構造になってるかは分かっておいた方がいいですよこれあの左の部が資産の部つまり貸借対象表というのは3月31日決算期現在の保有資産資産をすべて現金評価しまず左側の資産の部のところに計上していくわけです。 そしてその3月31日現在の負債もすべて現金評価して負債の部に計上していきます。でこの資産引く負債が純資産なんですよ。資産引く負債が純資産ね。でその純資産も純資産の部のところに計上をしていくだから必ず資産引く負債が純資産なんだから左の合計額と右の合計額は一致していくとだからバランスシートというふうに呼んでいくことになるわけですよね。 で資産の部の中に資本金や準備金、剰余金が計上されているそれはいいですか、資産の部の中に準備金、資本金、剰余金の欄が剰余金の金額が計上されているということになります。でつまりあの、サブテキストの2の方で私はいつも純資産をお水に例えてとかいう話するんですが75ページ。75ページの えー、最終事業年度末だから3月31日現在の純資産つまり資産総額引く負債総額をお水に例えるでこのお水を資本金と準備金の大きさになぞらえたコップにザーッと入れると。 えどうなりますか可能性としては75ページぴったりか足りないかあふれるか、ね、の3つしかないよ、ね、丸3はちょっとありえない、ね、コップからお水がなんか表面張力どうなっちゃってるんだというちょっと浮いちゃってますけど、まあ、本当だこぼれるということなんですが、まあ、このぴったりか足りないかあふれるかどっちかしかないわけですよ、でこのまさにこのお水の部分、えー、この資本金と準備金と剰余金、まあ、例えば、こあふれてる状態をちょっと見ていただくとあふれてる丸3の状態に、ね。 ここがだから純資産のの部部。ということですよ。純資産の部資産産引く負債が、えー、この剰余金、準備金、資本金これがあのこの剰余金、準備金、資本金っていうのがこ,のここで言うところの,こ,のここで言うところのって言っても分かんないです、ね、純資産の部、純資産の部の中の純資産の部の中に資本金、剰余金、 えー、そして剰余、えーまあ、金、ね、利益、資本剰余金、利益剰余金、それから、あ,あ,あ,あとはなんだ、えー、その他、えー、準備金、準備金、利益、準備金、資本、準備金、まあ、こ,のこ,のこの項目、これが,ここれが今の,あのコップ、コップであって、ここの今書いた部分が、これですよね、こ,こ,こ,の,この話ですよ、ねここ、これですよということなんですよ、これですよ、ね、だから資産負債が、えー 純資産で純資産の中に資本金、準備金、剰余金の項目があるというのはまさに剰余金、準備金、資本金の項目があるってねそういうイメージだと思ってみてください。さああそれではじゃあ123ページ損益計算書というのは何かと言いますと損益計算書はこれは1年間の成績表です。だからあの対象表は3月31日現在の、えー、持ち物 負債純資産というようよななイメージなんですが損益計算書というのは1年間の損失と利益についての,その成績表1年間を通じての損失と利益を計算したものというスパンのあるものそれが損益計算書いわゆる PL ですね BS が貸借対象表 PL が損益計算書とそれぐらいの違いは覚えておいた方がいいと思いますただしその次の株主資本と変動計算書と個別中期表なんてのはみんなって分,かん分かんなっていいので株主資本 本と何とかとか個別確か、何とかぐらいのイメージで覚えておけばいいんじゃないかなと。完全な名称までは覚えになっても大丈夫だと思います。さあ、それでは、じゃあ、計算書類、一年通じて決算期に会計帳簿を閉じます。会計帳簿を閉じましたら、そこで計算書類を作成していくことになる。じゃあ、計算書類については誰が作るか。それは取締役と会計参与、または執行役と会計参与が共同作成をしていくことになります。そうしましたら。 続いて、えー、会計監査人設置会社に関してはまず会計監査人が先に監査をしていきます会計監査人設置会社はまず会計監査人が先に監査をしそして会,会計監査報告というレポートを添えて監査役に渡します そのレポートを見た監査役は特に会計監査人と同じ監査を繰り返すのではなく会計監査人の監査のプロセスやり方を特に問題ないかどうかを確認して自ら同じ監査をすることなく済ませられると会計会計監査人がいる方が監査としては楽だということだったわけですねそれに対して会計監査人がいない場合には会計監査人がやるのと同じ監査を監査役がやらなければいけないということになっていくわけですそしてこれら会計監査人そして 監査役の監査が終わったら最後取締役会設置会社では取締役会の承認ということになっていきますさあそうしましたら取締役会の承認を受けた計算書類を株主さんへの招集通知に同封して、えー そして、えー、定時株主総会をいよいよよ開っていくことになっおいては125ページ一番右側計算書類については普通決議による承認事業報告については承認をもらうものではないので、えー、読み上げるという意味の報告を行っていくことになります。で計算書類については基本普通決議による承認なんですが注意書きの3見ていただくと。 会計監査人設置会社について取締役会の承認を受けた計算書類が法令および定款に従い株式会社の財産および損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合これ要するに、あのー、会計監査人が無限定適正意見無限定だから限定なしということ何の限定もつけずに適正だという意見を書いた会計監査報告を挙げてくれた場合です。 無限定適正意見というんですけど無限定適正意見がついた会計監査報告が上がってきたのであればそれプロが言うんだからその素人の集まりであるであろう株主総会で普通決議による承認なんてもらう意味ないじゃんということでこの場合には定時株主総会の承認ではなく報告で足りるようになるということです。えー、よってここでは計算書類も事業報告もすべて報告になるという形で覚えておいてください。さああそれではじゃあこの 承認内報告が終わりましたら続いて126ページ計算書類を広告するんですよねえなんですが貸借対,対象表と損益計算書を両方広告するか貸借対,対象表のみかこれ図表真ん中の図表を見ていきましょう代替者に関しては両方、えー、必要ところが代替者以外は貸借対象表のみで結構ですそして、えー、官報広告またはに事情を掲載する日刊新聞紙に広告する方法として定めている場合には 全、えー、文の広告は要りりまません用紙で足りますなぜかというと全文の広告出すと掲載費がかかってしょうがないからあのスペースが大きくかかと取りますから、えー、ところが電子広告だったらば別に自分のホームページに、えー、載せるだけですから、えー、スペースの問題っていうのは関係ないわけです。ですからこの場合には全文のお広告が必要ということ、まあ、用紙か全文か、ね、そこを覚えておきましょう。続いて、えー、対,借対象表 えまたは損益計算書、えー、についてですね広告免除される会社これ上場企業です金融商品取引法の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社というのはいわゆる上場企業上場企業については <coughs> 計算書類を必ず金融庁に提出しなければいけないとで金融庁に提出されますとエディネットと呼ばれるホームページ上にその上場書類の計算書類は、えー、ウェブジ エディネットっていう金融庁のホームページ上にあるんですよ、そういう計算上場企業についての情報開示をする場、あのあのウェブ上の空間が、空間がというか、そのサイトが、そこでもって計算書類、広告されますので、ダブルでさらに広告をする必要はないということになります。じゃあ次127ページ臨時計算書類については <laughs> いわゆるあの臨時計算書類というのは例えば自己株を優勝取得しようとするときに剰余金の配当が今日現在あるのかとかいうのを今日現在の今日現在の剰余金があるのかとかいうのをこう臨時計算書類、ね、臨時決算日って言うんですけど臨時決算日定めて今日現在の計算書類作ってみようというそういったことができますよということです。<laughs> あの 4番については、まあ、特に見なくていいと思いますで5番は備え置き閲覧の話ですからこれはもう直前期に詰め込むしかないですねちなみに備え置き閲覧についての今まで直前期に詰め込むしかないですね今覚えてもしょうがないですねって言って逃げちゃってきてたんですが備え置き閲覧の横断整理は341ページに全部まとまってますからポツ,ポツ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 分散してたのを広げるんじゃなくてこの341ページでもって直前期にうわって詰め込むのが大丈夫ですよ。そちらにしてくださいは 28ページ連結計算書類こちら連結計算書類というのはその親会社、えー、子会社、ね、という企業グループを作っているとき1社ずつで計算書類を作るんじゃなくてその企業グループ全体で、えー、連結計算書類連結計算書類を作っていくことができるということを知っておけばいいと思いますよ会計監査人設置会社であれば作ることができますよ企業グループ全体の計算書類、ね、それができるということです。あの 一社ごとに作るんじゃなくて、えー、グループ全体で、えー、計算書類を作っていく会計課さんがいないと作れません129ページここから格論ですはい、資本金についてのお話さあ資本金準備金資本金については、えー、どういう時に資本金が増えるかやりましたよね現金その他の財産の交付を受けて新株式を発行した場合、ね その時に現金その他の財産分だけ資本金が増えるのが原則ただし例外的にうち二分の一については資本金に計上せず資本準備金とすることができるという話はすでにしておりますさあそして常用金の配当に際して準備金として計上すべき額というです、ね、お話なんですが、えー、76ページのサブテキストをちょっとご覧になってみてくださいあちなみに75からちゃんとやりましょうか75先ほどちょ,ちょっと見たんですが 純資産をお水に例えて、資本金と準備金の大きさになぞらえて作ったコップの中にざっと入れると。そのお水のありようは、三パターンしか考えられない。ぴったりか足りないか、溢れるかですね。で、ぴったりは丸一、足りないが丸二、丸二のことを資本に欠損が生じているという状態と呼んでいきます。えー、資本の欠損いわゆる。純資産額が資本金と準備金の合計額に満たない場合。これを資本に欠損が生じるというふうに呼んでいくわけなんです。 あふれる場合あふれたお金のことを剰余金と呼びこのあふ <coughs> れたお金は株主にばらまいてよくなるということですよねその。コップの中のお水を常にいっぱいにしておけば債権者は守られるわけですよこ。コップの中の水を常にいっぱいにしとけコップの縁までいっぱいにしとけっていうのは債権者を守る要請でしたよね。なぜかというと債権者はこのコップの中のお水を強制執行の財源にすることができるからです。 コップの中のお水しか強制執行の財源にできないからです。だからあコップの中のお水を常に縁までいっぱいにしておけ。これが資本充実原則と呼ばれる原則、あ資本維持の原則と呼ばれるね原則だったわけで、コップから溢れちゃった分についてはもう債権者にだから遠慮する必要はないんですよ。なので株主さんに配ってしまおうが会社側が備蓄しようがどうしようが勝手だということですね。 それはもうすでにお話どっかでしたんじゃないかと思います。じゃあ、それを踏まえて76ページ、剰余金配当に伴う準備金の積み立てって何ですか、剰、は、余、い、金の配当により減少する剰余金の額1000万、要するに社外に流出する剰余金ということですよ。剰余金配当って株主にばらまくお金だから、株主にばらまくお金が今回1000万円です。この1000万円だから社外に流出してしてまう 流出させてしまう1,000万の10分の1に当たる金額100万円を、えー、利益準備金または資本準備金として常用金配当後計上していかなければいけないと、ね、だからつまりこの図で言うと、えー、1,000万円配当したんだったら以後の準備金は2,000万から2,100万円にしていかなきゃいけないということですよつまりもともと常用金は1,100万あったということですよこの間違いないくださいせんね1,000万配当する分の 十分の一だから実際に配れるのは900万と思ってる人いるんですけど違いますよ1000万使うんだったらその10対1になる1の部分を以後準備金としてコップを100万分大きくしなさい以後の準備金は2100万円になりますよだからもともと剰余金は1100万円あったんです。万のうち、えー 11分の10に当たる1100万円のうちあの1000万円に当たる部分を株主にばらまいたんだったら残り100万ですよねその100万円を以後準備金としてコップを100万分大きくして会社にプールしなさいと、ね、だから順当に剰余金配当を繰り返している会社だったらどん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 準備金は増えていくというのが普通ですじゃあ天井なしなのかというとそうではない、えー、資本金の金額の4分の1に到達したのであれば以後の準備金の積み立てはしなくてよくなります だこの会社が毎年毎年1000万ずつ配当していくんだったらあと5年4年、えー、2年次の年は2200万次の年は2300万次の年2400万で2500万に到達したらそうだね5年目からもういわゆる積み立てをしなくてよくなるということですでここからそうですかわかりましたじゃあ先生えっ、ー、と準備金って資本金の4分の1しか持てないんですか マックスは、準備金って、資本金の四分の一が限度ですか？とか言ってくる人いるんですよそう。そうじゃないですよ。そう、そうではないですよ。だって、次の七十七ページ見てください。あの、資本金五千万円で、準備金三千万って、思いっきり二、四分の一超えてるじゃないですか。これ、構いません。つまり、その四分の一以上になっちゃうことは、全然構わないんだけど、その、剰余金の配当のたべ、度にする。準備金の積み立ては、四分の一に届いたら、もうやんなくていいよ、ということだと思っていただければと思います。<laughs> 決して四分の一を超えて持てないわけじゃないということね。持てないわけではないですよということです。さあそれではじゃあ,あ続きましてえテキストに戻りまして百二十九ページさあ百二十九ページこちら。 関連知識は特に編みかかっていませんからいいとして続いて剰余金株式会社の剰余金の額はその時点におけるその他資本剰余金の額とその他利益剰余金の額の合計額その他資本剰余金その他利益剰余金の額の合計を剰余金と呼んでいくことになります剰余金にも利益の剰余金と利益の性質を持つ剰余金と資本の性質を持つ剰余金に分かれるということです。 さあ、それでは、じゃあ、続いて百三十ページ、資本金の減少からいきましょう。まず、資本金の減少って、何でやるんですか。うん、話から。はい、七十七ページのサブテキスト、ご覧ください。七十七のサブテキスト、何で資本金の減少するんですか。で、動機が、あ、三つ、あります。三つあります。で、例えば、今。 会社の純資産8,000万、資本金5,000万、えー、準備金3,000万、ちょうどコップの縁までお水は届いてるけど、ね、溢れていないというような状況の会社。この会社、このままでは、えー、お水溢れないから、株主さんに剰余金配当できないんですね。剰余金配当できないということを無配当と呼んだりしますが、無配当が続くと、株主さんは、えー、この会社に見切りをつけて、株式を、えー、手放して、あのし 逃げてってしまう可能性がある、ね。無配当ってそれぐらいリスキーなことなんです。っていうか、株主として、長く留まっている、まあ、私、私なんかそうです。私に必ず一回株式取得したら、何年も通じて保有するんですけど。その、そういったあの、キャピタルゲインにあんまり興味がない株主さんについては。剰余金配当が唯一の楽しみと言ってもいいんですよ。あとは株主配当。あ、株主の、と、えー、株主さんに渡される、なんか各種のね、お土産的なものとか、そういったものが。 あ、楽しみだったりする。なのに無配当ということが続いてしまうと、これそっぽ向かれちゃう可能性があるんですねえ。そこで、えー、この会社がこのままでは常勤配当が来期も難しいね。なんせ、お水は溢れてないからね。で、これ以上来,来期純資産が増えるともちょっと期待できないってね、えー。でも無配当が続くとそっぽ向かれちゃう。そうだ。じゃあコップを小さくして、ね、いけばお水が溢れるぞ。 この時に資本金の方を減少させたら資本金の減少、準備金の方を減少させたら準備金の減少となっていくことになります。で、このように資本金を減少させて溢れたお水は上余金の中でも元資本金だったということで正確にはその他資本上余金と呼んでいくことになります。 まあた、だ資本剰余金か利益剰余金かっていう区別はあんまりあの司法試験そこまで厳密にあの出してきてませんので、ま厳密に言うとぐらいのね。感じで、ちょっと発展的なものとして抑えてください。このように将来の剰余金配当を可能にするための資本金の減少、これが一つ目なんです。将来の剰余金配当を可能にするための資本金の減少です。はい、2つ目の動機78ページ。 全ページの状態の会社が資本金の額を減少させて準備金の額を増加させることができる資本金をマイナス2000万減らして準備金をプラス2000万円増やすでこの場合にもやはり資本金が出所なので準備金は準備金でも資本準備金に計上されていくことになりますで、要するにコップの中のラインを変えたということですよなんでこんなことやるんですかこれねあのどうしてこんなことやるかというと えーまあ、ちょっとこ,れこの会社は準備金5000万多すぎると思うんですけどあの例えば、準備金が極端に資本金に比べて少ないような場合、ね、準備金が極端に少ないで準備金というのはあの資本金よりも減らしやすいじゃないですか。資本金は減らすのに株主総会特別決議が必要だけど準備金は普通決議で減らせますよねだから減少させやすさからいったら準備金の方うが減少させやすいでうちの会社は資本金に比べて準備金が例えばすごく少ないね。 じゃあこういう場合にその有事に備えてだからこう減少させなきゃいけないような会社がえ業績悪くてですね決損,損とか生じちゃった決損とか生じちゃうような有事に備えてえ減らしやすい準備金を持っておいた方がいいという判断をしたときにやるんです,いいですか、まあ、ちょっと今回はね準備金3000万も持ってるからもういいんじゃないと思うんですけどまあ準備金が極端に少ないということになる今はいい今は問題ない。 だけども将来もし欠損とか生じたときに減らしやすいのは圧倒的に準備金の方だ。ででもところが準備金がうちの会社少ない。ね。じゃあそういう有事に備えて今のうちに準備金を増やしとこう。資本金を減らして準備金を増やしとこう。そういう判断をすることがあるんですね。でも今のうちにじゃあ資本金減らして準備金を増やしとこうって言ったら今資本金減らすんだから結局特別決議いるじゃんっていう。だから要するに会社の業績がいいときにやっとくんですよ。 業績がいいときには株主さんの協力が得られるから株主さんも特別決議であっても嫌な顔をせずに協力して賛成してくれる業績がいいときに資本金を減らして準備金を増やしておいてで本当にいざ業績が悪くなったときに準備金を減らした方が簡単に減らせるからそのときに準備金を使って、えー、欠損をテンポするという形そういうふうなことで戦略的に業績のいいうちに資本金を減らして準備金を増やしておくということを行うのがこの2つ目の場面ということなんです。 で、3つ目欠損店舗のためにする資本金の減少ですよね。で、えー、欠損というのは、準備金と資本金の合計額に純資産が満たない状態。コップの縁までお水が届いていない状態です。で今回2000万の欠損が生じているこの2000万の欠損をえー、1年以内にどうこうしなさいっていう義務はありません。ありません。なんですが、欠損があることは貸借対象表上バレバレです。バレバレです。で、えー、これあのー？ マイナス表示になっちゃいますから、えー、欠損があることが貸借対照表をばれてしまうそれを何年にもわたって貸、えー、借対照表の広告を繰り返したらちょっとかっこ悪いんですねだって見る人が見たらあこの会社欠損あるってすぐわかります。で そうしたときにですよそれを広告で毎年毎年人の目に触れるというのは会社としての信用もまたちょっと格好もつかないだから何年以内にどうこうしろって来てはないんですけど多くの会社が決算をやっぱりそのままにしたくありませんしたくしたがらないじゃあ実際にあるお水の量にコップを揃えてしまえばいいじゃないかでその時に方法としては準備金の方からカットすれば準備金の減少資本金の方からカットすれば資本金の減少になるということなんです。 でえ実際ににあるるお水の量にコップを合わせとということですよでまさにさっき言ったこの欠損店舗のためにするコップのカットの時にどっちがやりやすいかっていったら準備金の方が減らしやすいからこういう時のために準備金を持っていたいという要請がやっぱりあるんですよね。 だって決算店舗になっ,たなってしまったときに資本金を減らそうと思っても株主さんって決算が生じている状態をあまり心よく思っていませんから決算店舗のために資本金減少したいんですけどって言っても株主の協力を得られないかもしれない特別決議 OK 出ないかもしれないところが決算店舗のために準備金を減少するということであれば普通決議なので、えー、あの OK がもらいやすいって、ね、こういう時のために準備金を持っていようという、ね、先ほど言った話につながっていくということです <laughs> さあ。それでは対処法その1、その2について後でやりますからこれが3つの動機となっていきます。 で、あのー、今の話って実は準備金の減少も完全に揃ってるんですよちょっと先やっちゃおうかな80ページちょっと見てみていただけますかあの80ページは準備金をどういう時に減少しますかの話なんですけど80ページいわゆる準備金を減少する動機も全く同じなんです今言った欠損店舗のために準備金の方を減少するという場合と 将来の常用金配当を可能にするために、えー、お水をあふれさせるために行う準備金の減少いわゆる準備金の方を減少させればお水あふれるよねっていうね、えー、いうことですよねでこの、えー、将来の配当を実現するためにする準備金の減少そして81ページコップの中でラインを変えるいわゆる準備金を減らして資本金に組み入れる資本金に計上するための準備金の減少これは反対にあの 準備金の金額が大きくなりすぎちゃって準備金いっぱい持ってても登記記録に載らないから対面上あんまりかっこつかないんですね。やっぱ資本金を見て取引相手って取引するか決めますから準備金がいくらたくさんあっても、えー、何の自慢にもならないだったら準備金を資本金に組み入れて資本金を増やしていこう。 まさに準備金を減らし、資本金に組み入れる、だから完全にこの資本金と準備金の減少はリンクしているというふうに思っておいてください。じゃあ、まずは資本金の方から130ページに戻りまして、130ページに戻りまして、株主総会特別決議によって、準備金の減少ができます、減少する準備金の額、これは、二の額を除いて、その他資本常用金となる、その他資本常用金となりますよ。 資本金を減らして常用金を生み出すと常用金は資本金から出てきたものなので資本常用金ということになりますで減少する資本金の額の全部また一部を準備金とするときはその旨でこれも資本から由来するものなので準備金は準備金でも資本準備金になっていきますで資本金の額の効力発生日資本金の額の減少の効力発生日 で決議の特則として、えー、株主総会普通決議または取締役会決議でできる場合があるで株主総会普通決議でできる場合というのが、えー、テキスサブテキストの78ページサブテキストの78ページ、えー、サブの78ページの対処法その1ということになるんです。えー、定時株主総会でののための 資本金減少する場合にはそれによって常余金があ,あ,あふれない場合お水が溢れない、えー、減少しさせすぎちゃってお水あふれさせちゃうような場合はダメなんですけどその欠損分だけ減少させるとかねそれによってお水あふれさせないような資本金減少であれば定時総会でやることを、えー、要件に普通決議で足りますなんででしたこれ定時株主総会って計算書類を、えー 普通決議でで承認すする場所じゃないですか普通決議の中に対借対象表が入ってるんですよで。対借対象表を見れば欠損が生じてるの分かってるんですで。要するに対借対象表にある欠損をまさに今普通決議によって承認したんですよね。まあ、欠損を承認って言い方おかしいね。対借対象表上には欠損があることがすぐ分かる、ね。でその、えー、対借対象表を今定時株主総会で、えー、承認をした。じゃあその承認をした流れでもって、ね、もうだから株主はよく分かってるんですよ。 今承認したんだから決算がある退職、えー、対,対象表を承認したんですから決算があることはよく分かってるその流れでもってこの決算どうしましょうかかっこ悪いからやっぱり資本金減らしてそのコップの大きさとお水の量を合わせましょうかというその流れでもって、えー、決議をするので。 要件も普通決議ででいいでしょだって今見て決損がある退職対象費を普通決議で承認したその流れでその決損店舗のために資本金を減少させるという決議を第2号議案の中でやるだったら、えー、こっちは経算処理の承認に合わせてあの普通決議で足りるんだとそういう関係に立ってるからです。さあそれでは続いてもう一つ 取締役会決議または取締役の過半数一致でできる資本金の減少それがサブの79ページです。株式発行と同時にする資本金の額の額減少ですよねで例えば払い込み金額1万円か1 0 0 0株の母株発行原則、資本金は1000万円うち2分の1準備金に回せば500万円増加するということになりますで例外、母株発行の効力発生と同時に資本金を減少する場合。 で例えば、母株発行前の資本金が3000万、で今回、えー、払い込み金1000万円、全額資本金に計上して、えー、一瞬4000万になるんですよ払い込み期日があ、えー、10月25日、10月25日をもって、払い込み金1000万円払い込まれて、一瞬4000万になったと思ったら、同じ日付、10月25日にマイナス1000万円、資本金を減少させていくとね。ね で同時に効力が生じるように設計しておく平行に手続きを行っておくとでそうするとこちらの結局これってどういうことっていうといわゆる本来だったらこの1000万というのは金金にはならならいお金ですよだ資本金が1000万増えるんだからコップが1000万大きくなるので、えー、本来だったらこの払い込み金1000万というのは使えないお金なんですよ。使えなないいいいというのは株主に配っちゃいけないお金 ですが同時に資本金を1,000万減少させることによってここの1000万を常用金にするるとができる同時に資本金を1,000万減少させることによって本来だったら株主に配ってはいけないはずの払い込み金を剰余金に化けさせるということができるんだとこ、ねえー、これはは株主にととっては嬉しいことですよ普通はコップが1,000万分大きくなっちゃ,ったなっちゃうだけなのでお水はあふれようのないぼかぼ発酵だけではお水はあふれようないんですよね。 でね、ところが同時に資本金を減少させてコップをまた3000万に戻すことによって今払い込まれた払い込み金を株主に配ることができる剰余金としていくとこれは株主にとって嬉しいことですから何も株主総会開かずとも取締役会だけで決めちゃっていいよということなんです。でなぜならばっていましたところ募集株式発行によって払い込まれた資産を配当拘束のかかる資本金としないことは剰余金配当を容易にし株主にとって利益にこそなれ不利益にはならないから。 だから取り替えでもってできますよということになりますさあそれではじゃああ以上が資本金減少決議の特則ですはい百三十一ページ見ていただきたいんですが、えー、資本金準備金常用金それぞれあのこのトライアングルトライアングルというか三角形になっているこちらの図ですよねこの図、えー、三角形になっている資本金を減らして準備金に組み入れる 資本準備金を減らして資本金に組み入れるで、えー、その他資本剰余金を減らして資本準備金資本準備金を減らして剰余金っていうふうにこの資本つながり。 資本の性質を持つ準備金資本の性質を持つ剰余金については相互にこっち減らしてあっちに組み入れこっち減らしてあっちに組み入れてできるんですよ。ところが利益準備金まあ資本の性質を持たない準備金ぐらいのイメージでいいですよ。じゃあ利益ってなんだよって言わずに、えー、資本の性質を持たない利益準備金資本の性質を持たないその他利益剰余金についてはその利益つながり同士の間では組み入れたりすることはできるんですけどその えー、資本金に計上することはできても資本金を組み入れることはできても資本金を減らして利益準備金を増やす資本金を減らしてその他利益剰余金を増やすということができないんですね。 計上することはウェルカムなんですよ。これこれあの計上することはできない。資本金を増やすのは大歓迎なんですよ。資本金を増やすのはま会社としてね。対面会社として、えー、規模を大きく見せたいというのはよくわかることなので、資本金を増やしたいという欲はね。やっぱりあのどの会社も持ってるわけです。だから、それだったら財源は問わないってことです資本金をみんな増やしたいんだから、会社の規模を大きく見せたいのは当たり前です。だからえー、利益の性質を持つ準備金だろうが、利益の性質を持つ剰余金だろうが、もうウェルカムなんですよ。 ところが資本金を減らして準備金に組み入れる資本金を減らしてその他利益剰余金に組み入れることはできないなぜかというとそれ資本金の性質を持っちゃってるからです資本金の性質を持っちゃってるものはえそれを減らして準備金にしちゃうともう資本準備金になっちゃうしだからちょっとねその覚え方としてはか利益準備金利益剰余金同士はもう同じ利益つながりだからできる。 で基本、資本金を増やすことは確かに利益と資本って性質違うけど、まあ、資本金を増やすのはどの企業も、ね、皆さんやりたがることだから、まあ、例外として認めようって覚えてだけど資本金を減らして準備金と剰余金に入れることは利益と資本は水と油なんでそれはできませんよという形で覚えておいていただくといいんじゃないかなと思います。 さあそれではじゃあ資本金減少の際に必要な債権者保護手続きです。債権者保護手続きが不要な場合は絶対にありません。債権者保護手続きは資本金減少で必ず100%必要です。という問題が結構出てますから、えー、いいですか？個別債権を省略するとしても、官方広告は絶対省略できませんので、えー、結局だから債権者保護手続きは絶対やってんですよ。 あの個別債国省略するっていうことを債権者保護手続きを省略していると勘違いしないでください。えー、個別債国を省略しても債権者保護手続きはやってますね。あの漢方広告は絶対やってるんですし、その異議を述べてきた債権者にね、えー、弁済とかするのも含めての債権者保護手続きですから。 さあそれでは、えー、こちらまずは債権者に対して異議、えー、を述べるべき旨それどんな資本金減少するのかということを、ねえー、内容を官報に広告しかつ知れたる債権者に格別に再告するのが原則と。えー、ですがこの知れたる債権者に格別の再告があまりに面倒いということで、えー、官報広告プラス会社が広告方法として定めた日刊新聞紙。 または自社のホームページなどの電子広告により広告をする時は債権者への格別の催告を省略することができるということだったわけです。で二重広告なんて呼びましてねでこれだからもともと会社が広告をする方法が官報だったらこの方法を使えませんよ。 もともと会社が広告する方法が官報だったら官報プラス官報に同じ記事を2個載せたらしょうがないんですから別の媒体に同様の記事が記事というかまあ広告が載ることから債権者に触れる機会も増えるだろうということで個別催告を省略するんですからこれもともと官報以外の広告方法を定款に定めている会社しかこの二重広告による個別催告省略は使えません。さあそれれではこをを見たたが営業を述べてきた場合 委員を述べてきた場合には弁済するか、まあ、口封じですね債権者じゃなくしてしまえばいいまたは弁済目的の、えー、信託をする信託銀行にその弁済用の資金を、えー、信託するまたは異議を述べてきた債権者に対して担保を提供してあげる例えば抵当権を設定してあげるとかね保証人を立ててあげるなどです。でもし この異議を述べてきた債権者に対してこれらの措置を取らなくてもその債権者を害する恐れがない場合には何の措置も取らななくていいととうことになります、まあ、例えば来週、弁済期でその異義を述べてきた債権者のへの弁済資金はもう別に避けてあるんだと今回の資本金減少したってあなたには絶対、弁済滞りませんよという、ね、十分な担保がついてるとかそういった場合がこれに該当します。 さあでは132ページ関連知識ですが会社効果では資本と株式の数は完全に切断されていることから発行済み株式総数と関係なく資本金の額を減少することができる当たり前ですね発行済み数が減ったって資本金は当然には減りません株式消却がいい例ですもんね株式消却がいい例だとさあそれでは資本金の額を減少する場合でも合わせて株式の消却または併合する義務はありません 資本金を減らしたら株式消却しなきゃいけないとか、株式数も連動して減らさなきゃいけないこれ同じこと言ってるんですけど、二つとも、うん、一旦発行済み株式総数と資本金が定まったら両者の関係は分断です。はい、では続いて準備金の減少。準備金は資本上予期資本準備金と利益準備金とに分かれていきます。で、資本準備金の財源と利益準備金の財源というところなんですが。 まあ特に、ね、あの先ほど言った、えー、資本準備金の財源で覚えてほしいのは A, A ね A A あの設立時、または母株発行時または新株予約権の講師による株式発行時に際して株主となる者が会社に対して払い込み給付した財産の額のうち資本金として計上しなかった部分これは絶対資本準備金になります。でそれから D ですよね先ほど えー、資本金を減少したら絶対資本準備金になる資本金を減少したら、ね、絶対資本準備金 D のうち資本金を減少したら絶対資本準備金資本金は利益準備金の方に計上できないからです。A、と D のところだけ覚えておけばいいと思いますよ。で利益準備金についてはうん別に覚えなくていいですね利益準備金の財源というのは特に、まあ、網かかってますけれどもええー あの丸1の B と丸2の A は先ほど言ったあの常陽金配当の際の10%のあ10分の1の積み立ての話ねこの積み立ては資本準備金利益準備金どちらの財源にもなるだからどちらにあの積み立てても良いということですそれぐらいかな別に覚えなくてもいいそれ以外は問題ないかと思いますで丸3が資本準備金利益準備金とも法定の上限はありません天井知らず で利益、準備金、資本、準備金の中で使用の順序に制限もありません、どっちを先に使えるとかなかった、昔はあったんですよ、昔は結構、ここ面倒くさくて、えー、この場合にはこっちを先に使う、この場合にはこっちを先に使うって、一生懸命覚えた記憶がありますが、今はそういう順番はない。じゃあ、続いて決議、えー、準備金の額は、普通決議によって減少できます、はい、減少する準備金の額、減少する準備金の額の全部、また一部を資本金とするときは、その資本金とする部分、準備金の額の減少の効力、発生日。 でえー、こちら133ページ続いて決議の督促決議の督促として、えー、準備金の額を減少させて、えー、準備金の額を減少させて、えー、そしてあの行く取締役会決議でもって準備金の額を減少できるお話と、ね、いうことですよね。でこの場合あの どういう場合かというと80サブの82ページ、サブの82ページのところに、えー、準備金の減少と母株発行を同時にやる場合ですよ。で、えー、例えば今回、2万円る1 0 0 0株での母株発行をして、 2,000万円の2分の1 0 0 0万円を資本金に計上せず資本準備金に計上するという母株発行を行うそれが10月25日に効力を生じるということだった場合10月25日に一旦払い込まれた2,000万は1,000万と1,000万に分かれて1,000万は資本準備金に1,000万は資本金にそれぞれ計上されていくわけですよね。でこのようにあの2,000万円のうち1,000万は準備金に1,000万は資本金にそれぞれ計上されるのが10月25日。 それと同時に準備金を1000万円減少させるとそうするとこちらの準備金がまた3000万に戻る4000になるのと瞬間に3000万になっちゃう1000万分の常用金が出来上がるということなんです。これが母株発行と同時にする準備金の減少。 要するに払い込み金を一部常用金として株主に配れるような状態にしていくことを指していくということです。やはりこれ、株主さんにしてみれば利益にこそなれ不利益にはなりませんので取締役会決議でできるよ先ほどの資本金減少と同じだと思ってください。 さあそれで133ページの続いて、えー、もう1つの特則はちょっと後でやりますからこれ置いといてみ、えー、てください133ページの1、2 ③、3、4はちょっと後でやりますそして債権者保護手続き債権者保護手続き原則必要なんですが例外的に債権者保護手続きを一切やらなくていい場合が2つありますこれが資本金減少との違いでそれが133ページ減少する準備金の額の全部を資本金とする場合 減少する資本金の準備金の額の全部を資本金とする場合です。えつまり一円もお水が溢れない、えー、全くお水が溢れないそういう場合を指していきます。これあのおサブの八十一ページ見ていただくと、えー、準備金減少前準備金五千万円資本金三千万八十一ページね。 でこの時ちょっと準備金が資本金に比べて大きくなりすぎちゃったからじゃあ準備金を減らして資本金に計上しよう準備金をマイナス2,000万して資本金にプラス2,000万これ減少後その1で準備金をゼロにしちゃってもいいので準備金5,000万を全部資本金に入れて資本金8,000万にしちゃうこれいずれもお水溢れてませんお水を溢れさせないようなこの準備金の減少による資本金への計上は結局 配当拘束のかかったコップの中のお水があふれてないわけですから債権者にしてみればどうぞご勝手になんですよ債権者というのはお水があふれちゃうことを嫌がるんですねあふれちゃったら社外に流出可能になるからです、ねえー、お水があふれちゃうということを嫌がるそれ今回お水あふれません配当拘束がかかっているコップの中でのラインを変えてるだけだから債権者保護手続きは今回取らなくてよいということなんですでもう1つが欠損店舗のための準備金の減少です。 これは先ほどの78に戻っていただいて78ページ78ページのところですね、えー、定時株主総会で欠損店舗のために準備金を減少させる、えー、場合でさらにそれによってお水があふれない場合この場合には対処法その1だと特別決議を普通決議に引き,上げ引き下げるという形で、えー、例外的に処理したんですがもともと準備金の減少は普通決議だから 普通決議をさらに引き下げるというわけにいかないのでじゃあどうしよう債権者保護手続きいらないかということで債権者保護手続きを不要としたこれねちょっといろんな文献見ても何で債権者保護手続きを不要としたのかってちょっとあんまり正面から理由書いてある本ないんですねだからまあ覚え方としてはそうですね欠損店舗のための <laughs> 現象を定時総会でやるときにはそれぞれ1段階手続き軽減みたいな感じの覚え方がいいんじゃないですか。 定時株主総会で欠損店舗のための資本金減少をするときは特別が普通決議になるという形で1段階軽減それに対して定時株主総会で、えー、欠損店舗のために準備金を減少する場合には1段階軽減で本来必要だった債権者保護手続きがいらなくなるというのを覚え方でちょっと理由はちょっとあ,のあんまりこれといった理由が見つからないんで申し上げられないんですけど、えーまあ、覚えておいていただきたいところです。さあそれでででははこののの話話が今準備金の減少のお話ですでは え続きまして、まあ、134ペ,13ページ、こちらのお資本金の額の増加と、えー十、準備金を減らして資本金に、剰余金を減らして資本金に、えー、そして剰余金を減らして準備金へという、まさに剰余金を財源にして、資本金と準備金に計上していく。 ここれもねあの83ページのところサブの83ページのところでやってしまいましょう、サブの83ページ、えー、もともと剰余金が3000万あふれたお水が3000万分あるでその3000万分の剰余金をどうしよう、株主に配ってもいいんですけど配らずに、えー、資本金に入れると資本金への組み入れ準備金に入れると準備金への組み入れ。 これは両方とも剰余金の処分にああ、常用金の、えー、使い道は普通決議で使えらます。あ、使えますから、株主総会、普通決議でもってこれ、えー、いずれも決めることができるということです。で、一応アスタリスクのところでえー。まあ 準備金と乗用金の間は利益利益資本資本というねあの違いがあるというようなことが書いてあるんですけどちょっと細かいんですよ細かいんですよな、ね、この利益利益資本資本のね関係性が準備金と乗用金の間では色濃く残ってるということは別に今まで一度も出たことないのでそのあんまり利益準備金利益乗用金資本準備金資本乗用金利益と資本については先ほど言ったあの三角形のトライアングルね あの話はちゃんと覚えていた方がいいと思うんですがそして、えー、あのー。 いわゆる何ですか資本金を減らして準備金に入れると資本の性質を引っ張っちゃうから資本準備金になっちゃうとね資本金を減らして剰余金に入れると資本の性質を持っているから資本剰余金になっちゃうとかそういうのは覚えておいた方がいいと思いますよ。なんですけどえこのアスタリスクマークちょっと細かいかなと思いますでショ法のところでももう一度お話ししますのでそこで初めて覚えるというところでもいいんじゃないかというところです。そそそれではののののままあの84ページ常用金についてのその他の処分 といいうののののは一体何か常用金についてのその他の処分で今剰余金が3,000万円生じている時にこの3,000万円を株主に配らずに法律上定められていないのにこの会社があえて任意積立金とかいう形でそのわざわざコップをその分大きくさせるとね法定されたコップは資本金準備金だけ 計上するように法律で決まっているのをさらにそのハードルを上げて任意積立金とかいう形でコップを大きくしていくそういう使い道をしていっても構わないとこれが一つの使い道またはその剰余金の利益剰余金と資本剰余金のラインを変えていく。利益を あ違う違う資本をマイナス1000万して利益剰余金にプラス1000万するとかね、いう,ふうにこの利益剰余金と資本剰余金の中でこっちを減らしてあっちを増やすということもできますよ、これも全部株主総会普通決議によって行うことができるということです、株主総会普通決議によって剰余金をどう使うかは株主総会普通決議だからなんです。ででははペペーージジ今やったお話ですす、はい、続いてページいきますよ常用金の配当 上揚金の配当というのは株主に対して一株当たり百五十円とかね上揚金をまずね配っていくということになります。さあ上揚金の配当は株主総会普通決議によって決めていくことができます。でただし、えー、配当財産が金銭以外の場合現物配当というんです、えー。自社商品とか自社商品在庫で余っちゃってる自社商品配当しますとかね。でこういったような場合には 通常株主に対していや自社商品いらねえからあの金くれっていう人もいますので金銭分配請求権当該配当財産に変えて金銭を交付することを株式会社に対して請求する権利を与えないといけないんです、本当は。でその現物配当で金銭分配請求権を与えれば普通決議でいいだけどその金銭分配請求権を与えないこととする場合絶対現物でなきゃダメという場合には剰余金配当決議は特別決議によるということになります。さあ,あ えー、その上でワンポイント解説なんですがこの現物配当をする場合にはやっぱねどうしても自社商品の、えー、を渡すとかねまあ、えー、自社商品私ももらったことありますけどあの ビー,ルビール積み合わせセット <laughs> もらったことありますがあの株主優待じゃなくてあの現物配当として、えー、ビール積み合わせセットもらったことあるんですがやっぱ詰み合わせセットってやっぱ一定の,あのですか価値のあるだから3000円相当分の詰み合わせセットとかって、ね、でそれが少なくともその100株以上の株式持ってる人じゃないと3000円はペイしないという,、ね、よ,うなような場合にはじゃあ99株までしか持っていない株主さんに対しては現物配当を、えー、しないこととするということが認められてるんです。合わせセットののも3000相当の 価値のあるものとしてもできちゃってますから、その1株から99株までの人にはその3000相当の現物配当。じゃ上げすぎになっちゃうね。だ一定の株未満の株式を有する株主さんに対しては現物なので金銭で調整できないでしょ。金銭だったら何円単位でその1株がたり150円とかね、えー、いう風うに対応できるんですけど、現物だとその株式数にうまく比例させられないんですよ。 商品のものによってはだからこの場合一定の数未満の株式を有する株主に対して配当財産の割り当てをしないとすることが認められているとこんなのが出てますからね <laughs> さあそれではじゃあ続いて中間配当です一、えー、事業年度の途中において1回に限り取締役決議において常用金の配当これ金銭に限ります、えー、をすることができる旨を定款で定めることができるはい、常用金の配当なんですけどそもそも1年の間に何度もできます 何度もできるんだったら1次業年度の途中だいたい半年で1回なんですけど半年経ったところで普通に剰余金の配当すりゃいいじゃん何で中間配当なんていう、ねえー、わざわざこういう規定があるのと1次業年度の途中において何回でも剰余金配当できるんですから何回も剰余金配当すりゃいいんであって中間配当って何って思うと思うんですよ。 でこれはあの聞き流していただいていいんですけどもう先取り聞いた人にはまた,またかと思うかもしれませんがあれですよあの、えー、旧,財閥系か旧財閥系の大企業戦前はあ半年で1事業年度だった半年年で1事業年度が主流それが実は戦後急成長した戦後に設立された企業はその1年で1事業年度というのはアメリカの型の主流の事業年度の形態を 日本に持ってきましたので戦後設立された企業というのはほとんんど一時事業年度1年度なんですよそうすると老舗の,その大企業は半年で一事業年度で新しい新興企業については1年で一事業年度で古い戦前からあった財閥系の企業もじゃあ今のニューウェーブに合わせてうちも定価変更して一事業年度1年にしようという流れになったんです。 でところがそれに待ったをかけたのは株主さんで株主さん今まで半年で一事業年度だったから半年ごとに利益配当昔は利益配当って言ったんですけど利益配当もらえてたのが一事業年度一年になっちゃうと一回になっちゃうじゃないかと。 会社側は定款を変更して1次業年度1年にするけれども安心してくださいと半年経ったところで中間配当してあげますから、ね、あなたたちに2度1年間に配当するというのは変わりませんよって言ってそれでなだめて賛成をしてもらって1次業年度1年に変えたという経緯があるんです。で,ですから あのそういう経緯を持っている制度なんだということを理解していただいた上でところが18年改正で事業剰余金の配当が1年間何回でもできるようになっちゃったんで確かにこの中間配当いらねえじゃないかもっということで廃止しようとしたんですよ。 ところが経団連が猛反発してあのもう歴史の古い制度だから株主さんに熟知されてるとみんな知ってる制度をいきなりやめてしまうのは混乱を招くから残してくれというふうに経団連に言われて18年改正後も残したという経緯があるんですね。だけどそういった経緯はともかくとして定款にそれを許す旨の規定があってで金銭に限って取り替え決議によって1事業年度の途中において一回できるこれは覚えておいてください。29年にも出てますから そして常用金の配当するには純資産が300万円以下の場合には300万円未満だ300万円未満の場合には常用金の配当をすることはできません下回るのが未満ですねさあそれでぞれ136ページちょ,ちょっと常用金の切りのいいところまで行ってしまいたいと思います136ページ常用金の配当を決定する期間の特則実はある要件を満たすと常用金の配当等を 取り替えに委ねるということが認められています、はい、受験要件136ページ監査等委員会設置会社指名委員会等設置会社会計監査人設置会社である監査役会設置会社要するにあの監査制度が充実してる会社ってことですよ。 業務監査権限を持つ者がいて監査権限を持つ監査役に相当する人がいておまけに計算書類のチェックも会計監査人というプロにさせているというそういったあの監査制度が充実している会社で丸に取締役の任期がの末日が専任後1年以内に終了する事業年度のうち最初のものに関する定時総会の終結の日までであること取締役任期が約1年。 ということは任期が短いということは毎年毎年いわゆる新任投票の意味で改選していかなきゃいけないんですね新任投票で同じ人を選ぶのであってもその一年ごとにその一年間の活動を振り返って本当にもう一度再選してもいいかどうかという審査を毎年くぐり抜けてるということですよ同じ人再選するんであればなおさら新任投票で一年間のこの業績を振り返って株主さんの毎年のチェックを受けなきゃいけないということは それだけ不正の起こりにくい会社だと言えるわけなんです。そして取締役会で受験する旨の定款規定があるこれを要件としまして何を取り替えで決められるか、はい、ここなんですがまず、丸4剰余金配当に関する事項の決定でこれはの現物配当で金銭分配請求権を与えない場合はダメです。えー いわゆる常用金の配当で現金配当かまたは現物配当で金銭分配請求権を与える場合常用金の配当を取り替えで決められますはい次常用金の処分に関する事項の決定これさっきやった2位積立金をえ積み立てるとかいうねああいうの,あ,あ,いうのあれですあれ常用金の処分に関する事項の決定そして丸 ② これさっき出てきていたんですが後でやりますと言った欠損店舗の準備金の額の減少 結構忘れれがちですよこれ欠損店舗の準備金の減少を取り替えでできるという,うあの受験が認められるさあこの3つに関しては今、えー、ちょこちょことのこの計算のところで出てきたんですが一って何ですか丸1ってなんだこれって思った方。 実は、一って、まあ、皆さん、今日持ってないと思うんですけど一、えー、って自己株の優勝取得あの、えー、今お見せします自己株の優勝取得についてのここテキスト1の123ページでやった あちょっとっテキスト1の123ページでやりましたこのおこう、こういう図表あったじゃないですか、自己株,の優,勝、ね、自己株優勝取得の手続きの流れの,流れの図のちょ,ちょっとなんか、えー、ぼやけてますが、この,この自己テキスト1の123ページなんですけどねちょ、ちょっとアップにしていきますが、アップにしていって、うなんかちょっと見づらいですね、ちょっと待ってくださいね、えー、ピントがあ合いました。あのこのお原則でいわゆるどんな あじゃあ向こう1年間の間に取得できる自己株の総数とそれにかける対価の総額をまず株主総会普通決議で決めてでその範囲内で具体的取得決定を取締役会とかで、ね、決めていくでその決めた内容を全株主に通知してで、えー、申し込みが入って、えー、自己株の優勝取得ができるとこの一連の流れの時にここここですここ例外こ、このことなんです。要するに 向こう1年間の間に取得できる自己株の総数とそれにかける対価の総額を普通は株主総会の普通決議で決めるんだけど今の要件を満たしている会社だったら取締役会の決議でもって、えー、あのいわゆる決めることができるんですよということなんですね。でなんんでこここのののの話がこの計算のところに出てくるのってくっ思うかもしれませんけど えー、なんでこの話が計算のところの、えー、計算の話なのに自己株の話が出てくるのと思った方、自己株の優勝取得って上予金の分配じゃないですか。自己株の優勝取得というのは上予金の分配ですよね。上予金の分配というのは株主に現金その他の財産配ることですよね。株主に現金その他の財産配ること。で上予金の分配の一つが上予金配当であり、もう一つが自己株の優勝取得なんですよ。自己株の優勝取得は。えー 株主に現金渡して株式買い取るんだから現金渡して売買代金としての現金渡して株式買い取るそれが自己株の優勝取得なので剰余、えー、金の分配なんですだから剰余金の分配つながりでこの136ページの今の話も、えー、取り替えに受験できるというふうになってるんだという,うに思っておいてくださいさあそれではじゃあちょっと時間来ちゃってますので、えー、一旦ここで前半終了しまして、えー、あの 後半に休憩に入っていただきたいと思います。